はい、皆さんお疲れ様です。ゾウリと申します。ドラゴンクエストビルダーズ、続きやっていきたいと思います。前回、ラダトーム編スタートして、あの扉が手に入ったんで、ね。よくぞ魔物たちを倒してくれた。さすがじゃぞ、ゾウリ。無名、どうしたのだ？いつになく真面目腐った顔をしようってからに、ね、顔は関係ねえって。何？どこからか恐ろしい声が聞こえた、じゃと？もう聞こえたね。わしには何も聞こえなかったが、そなたひょっとして少し疲れておるのではないか。そもそもビルダーは戦うものではない。無理をさせてすまなかったの。ところでゾウリオ、そなたは先の戦いで、旅の扉を手に入れたようではないか。手に入れて。明日からその扉を使い、ビルダーとしてラダトームの復活に向けて力を尽くしてもらいたい。今日はゆっくり休むのじゃ。あのあばら屋を修理して眠るとよいぞ。それは別にいいけど。ありがとうございます、ゾウリ様。魔物たちを退治してくださったのですね。今、復活って言おうとしよう。なんですって？どこからが不思議な声が聞こえた？私には何も聞こえませんでしたが、そのような恐ろしい声が。と、魔物との戦いでお疲れになったのでしょう。明日になれば気分が晴れるかもしれません。今日はゆっくり休まれてはいかがです。これ、なんか二人とも進めるな。なんだ、寝た方がいいのこれ。なんだ、イベントか？マジか。わしは待っておった。そなたのような若者が現れることを。もしわしの味方になれば、世界の半分をお前にやろう。どうじゃ、わしの味方になるか。よろしい。よろしい。では、わしからの友情の証として、その剣をもらうぞ。ほほ、すでにこの剣を手にしていたか。しかし、もはやどうでもよいことじゃ。ああ、なるほどね。わしからの贈り物を受け取るがよい。そなたに世界の半分、闇の世界を与えよう。っていうことは、ワンのあの、選択で灰を選んだ世界なのね。わははははは。だって世界の半分ね。同僚、また夢を見ているのですね。それはとある戦士の忌まわしい記憶。あなたが見るべき夢ではありません。あなたはあなたに課せられた使命を果たし、あなた自身の役割を全うすればよいのです。ゾウリ、覚えていますか？私が一番初めにあなたに言ったこと。勇者じゃねえって言った。あなたは勇者ではないのですが。そうね。竜を倒すこと、それはあなたの役目ではありません。オッケー。でもこのゲームで言ったらあれだよね。結局、ボスとして戦わなきゃダメ。は？旅立てねえじゃん。おい、どうやって旅立てと。まだ話せと。あ、ちょっと待って、もう聖水使うのこれもさ。ちゃうやんけ。呪いが解けた。バカ野郎。無駄にしたわ。おう、ゾウリ様、ずいぶんうなされてましたが、何か悪い夢でも？ああ、なんとお言ったわし。昨夜はあまり眠れなかったのですね。ゾウリ様、よろしければ少し私のおそばへ。違った。パフパフかなと思ったんだけど、違った。ドラクエあるあるでしょ？私にはこのくらいしかできません。お困りの時は声をかけてください。ところでゾウリ様、魔物から旅の扉を手に入れられたのでしょう。したよ。いけねえけど。扉が開くその先はおそらく、かつての王都ラダトームがあった場所。ラダトームだって。まずは城の跡地で手がかりを探し、扉の先のどこかにある、希望の旗を手に入れてください。これじゃねえんだ、希望の旗。人間が魔物と戦った証である、希望の旗をラダトーム城の跡地に建てれば、その地に光が溢れ、精霊ルビスの加護を受けられることでしょう。私はここであなたの無事を精霊ルビスにお祈りしておりますわ。これでいける？いける！ってことは希望の旗探しだ、最初に。まじ、そっからなんだね。おっしゃー。さあ。闇と呪いの中心。ああ、もう総合だな。
秋の毒だもんね。ゾウリオ、ついに運命の地ラダトームに着いたのですね。闇に閉ざされたその地では私の力も限られていますが、姫の祈りで今はあなたの姿がよく見えます。ここはラダトームと呼ばれていた地、あなたが最後に救うべき場所です。いやちょっと待って、音楽がいい。かつては輝きに満ち、人と物で溢れた王都がありましたが、とある戦士の裏切りで灰を選んだ戦士ね、今や呪いの中心となり、見るも無残な死の大地に変わり果てています。さあ、まずはまっすぐ進み、ラダトーム城の跡地を目指しなさい。そしてその地に立てる希望の旗を見つけ出し、かつての王都ラダトームを、復活させるのです。すべては精霊の導きのままに。はい、やっていきましょう。これよっしゃー、青だ。あれか。ってことは、ここら辺で一発聖水使うとどうだろう。これが、これ薬草だ。よし、薬草だ。けー、ってことはあれだな、マジで使うな聖水。間違いだ。はい、いいね、いいね。希望の旗を捧げてここに入れると、これがラダトームだ。夜部作る。 OK。 あと赤、あと紐、紐はある。だから木、あ、なんだこれ。だから太い枝。ああ、オッケー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 。まずはお前だ。オッケー、これで荷物が増える。もう一個作っとこう。で、結構いきなりあるな。ブルーメタル。太い枝、紐、焚き火。ああ、焚き火で、壁?鉄のインゴット。おお、金床。太い枝、あ、来た。今持ってるのはヒノキの棒だから、コンボにした方がいいんだな。よっしゃー。だから、まず、装備の装備だ。あれが壊せるかどうか。これは壊せる?壊せるけど手に入んないでしょ。あっしゃ、手に入る。よっしゃー。やべえ、あとは鉄のインゴットだな、じゃあ。あ、ちげ、木材と壺と毛皮、毛皮?オッケー、まあいい。だから、あ、綺麗な水がここで作れる。よっしゃー。なにこれ?初めての世界地図だと。あ、なにこれ?地図を見る。はーい。あー、なるほど。世界の中心で。で、あれが竜王か。見ても思い出せんぞ世界地図見ても。ああ、なるほど。じゃああれか、待てよ。だから、まずは、これでまず部屋を作り、寝れる環境にしねえとな。マジかよ。マジかよ。何もねえのかよ。よし。ここで聖水一発かまして。よっしゃ。オッケー。だから、俺も作っちゃってるから。あっちはあっちで何とかしとこう。収納する。まずは、あ、でも、あ、そうか。
パスはいらねえ。だからちょっと待って、収納じゃねえ、だからまずはここからスタートな。で清水使ってここら辺をちょっときれいにしよう。見にくい。いやー、なんだろうな、まずここからスタートなのか。よし、まずは城の中は綺麗に、やった。で、問題は読まなきゃ。アレフガルド歴帝と書かれた本が置いてある。あいつここ来れたんだな。おう、我がふるさとメルキドを出発して行く年月、ついに私はラドドームの城に行き着いた。しかし、この地は噂にたがわぬ、死の世界、光も希望もなく、ここには闇と呪いしかない。かつては繁栄を極めたラダトームの町も、今や荒れ果て、見る影もないのだ。聞くところでは、この地のどこかに、人々の希望を背負いながら、最後の最後に裏切った、闇の元凶が住んでいるらしい。いるんだ。やっぱ、戦うんだ。しかしそのようなことは今の私には何の関係もないことだ。私にはもう旅を続ける力は残されていない。私はこの地、この地を旅の終着地としようと思う。もし私の旅の記録を遥かメルキドの地からここまで追ってきた者がいたならば、私の辛く悲しい旅は無駄ではなかった。ここのその感謝の思いを伝えておく。ここにその感謝の思いを伝えておく。最後に万が一を考えて記しておこう。もしこの死の大地に光を取り戻したいのなら、魔物によって奪われた希望の旗を得ることだ。希望の旗は、この城跡の南にそびえ立つ魔物たちが建てた新しい城の中にあるという。南だ。魔物は強く、城の内部は入り組んでいる。考える最大の準備を整えて向かうのだ。おお、私の記録を読む後の時代の冒険者よ。ラダトームの再建し、アルフガルドを復活してくれ。ベルキドの冒険家ガンダム。しゃあ南だな。おお、この曲はやっぱりいいっすね。なんだろう、旅立ちですって感じだよ。なんださっきも流れてたけどさ、やっぱいいもんだよ。はいはいはい。よいしょ。ほらほらほら。いいはいはい。で、油石。はい。OK。だから、木材。まずは、そこら辺だよな。ターゲット。やばいな、ちょっとテンション上がるな。王座になったぞ。え、これ鉄、鉄、マジで鉄。OK、 鉄だ。鉄だ。あ、下ついちゃった。おお、はい、いい骨。よっしゃー、鉄だ。ってことは、鉄の剣とかも作れるな、これで。よし。まずは、急いだ方がいいな、これ、いろんな意味で。ほい。
よし。でだ、鉄、木材。南に行かなきゃいけねえんだよ。何あれ、宙に浮いてる。っていうことはあれあれだな、鉄いろいろあるな。苗木だ。苗木もゲットしなきゃいけない。おい強くないお前。なんだよ強いな。あ強っ。逃げるな。人間だとじゃねえんだよ。逃げるな。ま、嘘だろ。あー油ちくしょう。ほら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 、もういい加減言ってくれ。なんなんだこいつ、なんでこんな強いんだ。OK、 魔物群れ倒した。整えたね。 OK、 マジかよ。マジで装備だと期待した俺がいた。マジでいいな。地下よ。料理用の焚き火台ゲット。でも、でもいねえからな。あ。ってことは。これだって、多分、早いかな、師匠。よし。でだ、ここら辺がわかんねえな。あ、地面なんだ、ただ。え、結構なくなってるな。やばいな、そろそろなくなってきた。OK。よし。できた。なるほど。ということは持ち物がいっぱいになりました。いや、いらない。いて、お前なんだよ。いや違う、粘土だ。お前だ、お前。くしゃ。危ねえ。なんだこれ、ドロドロの石。なんだよ、それ。で、毛皮ゲット。まずあれだな。生きるために必要なものを結構集めないとダメだな。毛皮、木材、あと何だったっけ。レシピ、
まず鉄、石？鉄じゃねえか。あ、そうか。金床がねえと作れねえんだ。レンガだ。これだろ。あ、石炭が8個あるからいける。で、城の壁と鉄のインゴとは、これをやれば鉄のインゴとか作れる。ってことは、毛皮で木材と壺、壺は作れる。おっしゃ！戻るぞ！こっちだ、こっちか。オッケー。まずはスタートダッシュだな。で、よし。でもあれだな、簡単に鉄が見つかったのはマジで救いだな。だからこうだろう。で、作る。あ、そうか、ブルーなんとかっていうのがないと作れねえな。まず、木材を、とりあえず10個ほど作るか。作ります。いっぱい作ります。で、木材と壺があるから、一回捨てなきゃいけないんだね。だから、あ、でも苗木かありだな。え、お前が、あー、お、違うあれ、俺今壺じゃないよね。あー、オッケーオッケーオッケー、ありがてえ。これ、よっしゃ、まずは最低限。よいしょ。まず聖水を持ちます。とりあえず聖水だけ持てればいいか。あとは料理だな。こうだろ。で、を作る。で、隣に作ろうかな。で、鉄のインゴと作る。鋼は鉄のインゴとか8個あればできます。え、おー、オッケー、作れる。で、鉄の剣が作れます。で、鋼を作るには、あー、なるほどね。あ、じゃあこれは取りに行こう。オッケー。で、もう一回行こう。で、もう一回行って、どっかに石炭があるはずだから、その石炭を探せんかな。ってことは、あそこら辺がくせえな。あ、ってことは、ちょっと待って、こうだな。こうだ。よし。で、あれを、聖水使って、なんとかすればいいんだろ。これが鉱山なの。これ上からやるとどうなんだ。あっしゃー、オッケーオッケー。しかし何も起こらなかった。いてああなるほどね。結構あれだな、めんどくさいな、この仕事。
しょ。だからこういうことだろう。これ真ん中は変わらないのか。オッケーオッケー、ガン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 作れる。よし、オッケー。じゃあまず鋼だ。鋼を作ってからだな。ほら、いや楽しいっすね無言になるよあ、んだよもう。お前はやばい、お前は最初こっちで OK。 OK、 じゃあ一旦よし、じゃあちょっともう一回戻って作ってって感じだな。やばいな、飯がねえな、材料ねえからな。そうで、鋼を作ります。よし、鋼作る。上質がねえな。鉄と紐と毛皮があって鉄があるんだから、これが装備できる。で、鋼だから鋼もいける。鉄を作んなきゃいけないんだな。鉄のインゴットだ。で、作って、で、作る。で、紐。芋を作ります。あ、俺ツタ10個しか積もってなかったのか、マジか。だから炉を作って、ここら辺も OK。 いや違う、これじゃない。で、こうだ。よし、 OK OK。 おっしゃ、で、返す。よし。OK。じゃあ、とりあえず、行ってくか。そこにいるのは誰だ。お前はまさか人間か。いや、少し違うようだな。そんなことはどうでもいい。お前のようなものがここに何のようだ。まさか希望の旗を取り戻しに来たなどと冗談を言いに来たのではあるまいな。命が惜しいならとっとと立ち去れ。もし命を捨てたいならすぐに入ってくるんだな。ギャーハハハハ。城内の敵を倒す。今2回落としたな。ほら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 。OK。残り4。ってことを普通に考えたら上に行きゃいいんだな。鉄？じゃああっちにもいると。で、そっちにもいる。
で、あれこいつ 2回攻撃するの、全然考えなかった。おいバカ野郎、あラッキーやばい飯がない、空腹で倒れそうだ。すいません。あった、来る。とりあえず10個。じゃあ行こうか。向こうにもいるのか。よし。ってことはこれ壊せんのか。あー、じゃあ関係がないか。あ、壁掛け松明は取れる。OK。おう、なんだこれ。ははっ、熊野か。こんなのあったの。あ、関係がないか。上に行ってるんだよね、今目指すの。じゃあ上に行こう。モンスターはあと6体倒そうか。タイムいいのか、めんどくせえな。やばい、あぶねえ、間に合った。え、ってことはここら辺はあれか。オッケー、ゲットなるほどね。壊しながらっていうか手に入れながら行くってこと。え、嘘だろ。危ねえな。行って。あと1匹がどこにいるか分かんない。ほら倒した。っていうことは次はこっち。お、あ、光った。いや、さっきいなかったって、絶対いなかった。お前いなかったよ。 OK。 何やったわマジ。で、オッケー。で、ここに希望の旗がいると。いやー、投げ。お、マジで。結構、同僚、よくやりました。希望の旗を取り戻したのですね。長かった、めっちゃ。その旗をラダトームの城の跡地に建てるのです。そこからがラダトーム復興の始まりであり、あなたの役割はもうすぐ終わることでしょう。じゃあ帰るか。じゃあすべて。え、お、OK、来たぜ。おー
温かい光が溢れ出した。草履をよくやりましたね。そこがこの地でのあなたの拠点となるでしょう。あなたには物を作る力を持つ者として、そこで果たさねばならない使命があるのあります。その一つはラダトーム、王都ラダトームの再建、そしてもう一つは失われた伝説の武器や防具、そして竜王を倒すための道具を新たに作り、この世界を闇に覆われる前の状態に戻すことです。そうすれば、あなたの責務は終わり、やがてアレフガルドは復活することでしょう。ゾーリ念のためもう一度言っておきます。あなたは勇者ではない、竜を倒す勇者ではありません。そのことを忘れないでくださいね。全ては精霊の導きのままに。じゃあ精霊の導きのままに竜王を倒せばいい。ちょっと待って、全然気づかなかった。神ねえや。おいおいおい、なんか一匹しかも増えてるで。どうしたの？おいおいおい、ちょっと待って、おいちょっと待って、閉めようと、ちょっと待てよ、もう。ええ。かっこいい。確認して。ごめん、ちょっと寝るわ。ちょっと3人待たせるわ。よし。おい、よし。おお、なんと暖かい光でしょうか。そしてこの場所もなんだかとても懐かしい。ゾーリ様、このラダトーム城の跡地に光をもたらしていただきありがとうございます。この地にラダトームを再建すること、それこそルビスのものづくりの力を与えられたビルダーとしてのあなたのお役目と聞いています。もちろん私も協力します。共に新しいラダトームを作り上げましょう。そうでした、これをあなたに差し上げます。どうかラダトームの、再建にお役立てくださいね。はい。力の指輪、マジで。おお、なんと眩しい光だろうか。そしてあのお姿、まさか姫様。どちらかお前の存在の方がビビったわ。それでお前は一体誰だ。随分と緊張感のない顔をしてるんだ。顔は関係ねえって。顔はいじるなって。ん？ビルダーだと？おう、ほう、失われたものを作る力を持つ存在なのか。すまない。私は竜王の呪いで石になっていたのだ。マジか。最近のことはわからない。ビルダーというのはつまり戦士ではなく、言うならば大工や鍛冶屋のような存在なのだな。あ、多分そうだよ。わはは、安心したぞ。お前のようなものが竜を倒すなどと、よまいごと言い出さなくて。私はかつてのラダドームの兵士、ラスタンだ。よろしく頼むぞ。しかし、では誰が竜を倒すのだろう。まさかこの私が。いや、そんな、むむ。おい、ちょっと待てよ。なんで全員びっくりマークついてんだよ。おお、光とはかのように眩しいものか。松明とは違う。なんと優しく美しい。おお、これにどうであろう。頭にかかってた、もやも晴れるかのようじゃ。それで予言者としてそなたを正しき道へと導くこともできるじゃろう。助かったぞ、ゾーリ。そなたを長い間待っておいてよかった。おかしいな。最初にあったの違うこと言われた。さあ、ゾーリ。まずは失われた建物を築き、ラダトームを復活させようぞ。そして、竜を討伐に必要な武器や道具を共に作り出していこうではないか。それこそがそなた、ルビスに与えられたビルダーとしての役割なのじゃからな。よっしゃー。じゃあ今回はこの辺にしたいと思います。それではまた。